週も始まりましたスカートがお送りする YouTube 限定ラジオスカイステーション、うん、はいはい、ね、まあ先週確か、うんね、結構僕は異性のいいこと言ってたんですよね。何ですか？あの電池を使い切って1日終わらすと、そういう1週間にしましょうって言ってね、はいはい、言ってましたね、はい、で確かに先週は電池を使い切って日々過ごしてたんですね、はいはい、じゃあね皆さんにもね共感してもらえると思うんですけど、うん、人間不思議なことに何かをやろうって決めるとね、はい、新しいことね、新しいことを始めようってこう決めたりとか、うん、ちょっと若干ストイックなことすると、大概1週間から3週間ぐらいの間のどこかで事件が起きますよね。そうですね、大概風邪ひくんですよね。そうですね、私風邪ひきました。奈良さん今、はい、ちょっと毎日電池使いすぎて、うん、元気まで使い切っちゃうみたいでちょっとね風邪ひいててここ4日間ぐらいは、はい、残念ながら早起きせず、早寝はしたんですけど、うん、早起きするぐらいやったらしっかり寝てね、うん、直すと、うん、走るなんてもってのほかみたいな感じでちょっとここ4日間5日間はね、はい、抑えてたんですね。あ、なるほど、はい、でここはでもね、うん、しょうがないんですよ。あ、なるほどね。だって引くのはしょうがないじゃないですか、引いても新しいことをすると、うんうん、でここからフェードアウトするのが良くないパターンで、はい、そう、よくあるやつがね、風邪ひいてまた戻るのがしんどくてフェードアウトしちゃうっていうのが、うん、ああやってたな、そういうのみたいなね。そうそうそう、結構そういえば前走ろうって決めて走ってたなみたいなことがあるけども、そうじゃなくて俺はもうだからある程度治りきったら、はい、ちょっともう今も俺走りたいもん、ほんまの話。あ、ほんまの話。今こう外眺めながら喋ってるんやけど、時々走ってる子いるやんか。おるな、めっちゃ俺もついていきそうなの追ってここに、うん、あとちょっとやから追ってそのツッコミめっちゃ漫才っぽいなそのツッコミめっちゃ漫才っぽいわ決めてる、決めたなんかネタっぽいね、ネタっぽかった今っていう感じするけど ね、はい、はいって感じですけど、うん、まあちょっと皆さんもね、うん、共感してくれんちゃうかな。でもほんまあるあるネタやんね、なんか初めて。絶対あるよ、なんか今までと違う習慣を作ると。絶対ね、あの今日それでさっきそのマラソン走るとかいう話してたら、うん、じゃあ結構周りのね、うん、今日あのバンド練習してたよね、うんうん、1月のね、そう、18日のスカートライブね、ついに、うん、フルバージョン、バンドバージョンでねライブするっていう時にドラマーとベーシスト、うん、PV にも出てくれてるシュンとゆうたさん、ゆうたさんと、うん、2人と4人でね、うん、スタジオ入ってて、じゃあまあドラムのシュンもね、うん、走ると、うん、一時走ってたと、ダイエットしてたと、ダイエットしてたとじゃあパッてこう走ろうと思って外見たら雨降ってた雨あ雨降ってるってなって喜ぶらしいね降ってるから走らない、雨降ってるから無理やなって喜ぶって言うてたねでそれで喜んで、うん、次の日にもう自分が走るというね、うん、習慣をつけようとしてることに忘れるんですよね。そうやねんな、不思議なことにね。そうやねんな、そこから帰ってこいよと、うんうんうん、いうことですわ。そうですね、はい、あのゆうたさんベースのね、ゆうたさんの方は、はい、あのそうなんですよ、マラソン大好きさんやね、大好きさんで聞いてたらな、どうやらホノルルマラソンに出たと、で出てね、うん、一度参加されてると。で雨の日はむしろ走れと、うん、あ夏場は体温下げてくれるし、なんなら皮膚から水が入るから、そうそうそう、水分補給もいらんし脱水症状ならへんみたいなね、すごい言ってたねで台風の日はさすがに俺しかおらんかったって言ってたみたいな、ね、結構意外と周りね走ったことあるとか走ってる人ねいるんですよね、うん、なあ、うん、だからね、ここはぜひとも風に負けずに、そうですね、続けてほしいですね。ぜひ続けていきたいと思いますんで、うん、もし街でね俺が走ってるの見たら頑張れ頑張れっつってこう頑張れよっつって応援の一言ぐらい欲しいなえ、そんな日本各地走ってはるんですか、奈良さん。いやいや、もう自宅の、あ、自宅の周辺、自宅にコンパスの針を刺してですねくるっと回したらへんいますよ。半径 何メートル以内、半径何キロ以内を走ってますよなるほどね、うん、その近辺でもし磨けた方は、そうですね、エールを送ってもらえたらと思います。このおにぎり食べとかなんかね給水場で水あげるみたいなのでもいいけど、はい、って思いますんで、はい、でもまた、はい、次は2部で、2部でお会いしましょう。はい、はい。